こんにちは、アズーロプライベートサロンです。よろしくお願いします。今日は美容室に行くときに NG 気味な服装をお伝えさせていただきます。前提として美容室に入ったらお着替えがあるような美容室では別に何でもいいです。ガウンに着替えてくださいねとか、これに着替えてくださいねっていう、そういうサロンもあるので、そういう方、そういうところに行っている方は一切見なくても大丈夫です。一般的な美容室に行くときにはこの服装は避けた方がいいんじゃないかなっていう情報提供共有でございます。こういう感じ、パーカー、首周りがモコモコしている服は美容室に行くときには控えていただいた方がお客様自身のためになります。そもそも美容室に行く目的っていうのは、容姿、ヘアスタイルをより良くするためっていうのが、そのお客様自身のそれぞれの皆さんの目的の大前提だと思います。で、そしたら大体の場合はカットで、あとはカラーがあってパーマがあって、もうお客様によってメニューが違うんですけども、カットがほとんどだとしたら、そのカットの時に首周りがモコモコした服だとめちゃめちゃ切りにくいんですね。このバック、襟足、裾の方が、これがショートであっても、もうボブであっても、そうです、ロングだったら関係なくはないけど、切りにくいは切りにくいですね。で、ショート、ボブでここら辺がモコモコしてるとほんと切りにくくて、どうしてもクオリティが低くなる可能性っていうのはちょっとはどうしてもあります。でも、もちろんクオリティを下げないように美容師さんみんなそれぞれ頑張るんですけども、もともとこういう服は着ていかない方がより良いヘアスタイルが作れるっていうところでは、正直な話、みんな美容師さんは多分みんな思ってます。なので冬によくあるんですけども、こういうパーカー系とか、もうネックウォーマー内蔵されてるんじゃないかぐらいのこの辺のモコモコのお洋服とかあるんですけども、美容室に行くんだったら、髪を切りに行くのであれば、やめた方がその人自身のため、自分自身のためになる可能性が高いですね。で、一応対応としては、ここをねめっちゃ折って、こんな風にして、首周り結構開けれるようにってやるんですけども、それでもやっぱりこの辺の厚みが一瞬抜けたとしても、このすぐ下にここにモコってあるので、手が入りにくいとかハサミ入りにくいっていうのが本当にあるんですよね、ぶっちゃけね。なので、着ていくんだったら、脱いで、パーカーも脱いで行っていただいた方がより良いと思います。もし着ていくんだったら脱げる感じにした方がいいですね。なので、逆に言うと首周りがよりスッキリしてると、カット、ボブ、ショートとかでもものすごく切りやすいですね。なので、カットソーとかすごくいいですよね。あとは太い T シャツとかもいいですね。首周りがもうスッキリしてると、カットのクオリティを高められる可能性がある、モコモコしてると低くなる可能性があるっていうのが、すごくお伝えしたいことでした。なので、美容室に行くときに、パーカー系ってすごく多いんですけども、脱ぐか控えるかがいいと思いますよっていうね、情報です。で、ついでにというか、カット以外でももう一個デメリットがありまして、シャンプーの時もこの辺にモコモコした厚みがあると洗いにくい。一応もうタオルがあってクロスがあって、この辺はちょっと開けるようにするんですけども、どかしても質量は変わらないので、そのすぐ下にここにボコっていうのがこうできちゃうんですね。そうすると、シャンプークッションがあって、服の厚みがあったら、だいたいこうカクンってすごく折れちゃう可能性があって、寝心地もあんまり良くなくなる、良くないくなる可能性も本当にすごくあります。なのでやっぱりモコモコした服は美容室に行くのであれば控えていただいた方がいいと思います。そのお客様自身の、自分自身のプラスになる可能性が高いと思いますっていう、美容師さんは多分みんなが思ってる、でもなかなかお客様にはお伝えしにくいぶっちゃけ話でございました。参考までにご利用くださいませ美容室に行くときに NG 気味な服装ということで今日お伝えさせていただきました。以上でございます。ありがとうございました。